はい、どうも皆さんこんにちは。ピオチキチャンネルうつ主のピオタです。さあ今回も東方位相決やっていきたいと思います。さあ今回はこちら、道なき道の、霊山に風が吹くをやっていきたいと思います。道なき道でバトルをする、おー、なんかすごい燃える展開ではありますけれどもね。さあ霊山でいいのかな。多分この漢字は霊だと思いますし、読みは合ってますね。じゃあ行ってみましょう。あ、パーティー紹介し忘れてた。まあ火属性のパーティーで、基本的にフランちゃんとかをメイン火力として、他もサポーターもね、どう言えばいいんだろう、サポーターも、スクナちゃんも、こちらのね、セイガさんも攻撃上げなんで、まあどちらかというと攻撃上げのメンバーで固めておりますという感じです。はい、でもうね、しっぱながらすごいでかい、もう何でしょうかね、他のキャラクターを消すかのように覆いかぶさる、これね、でかい。シルフィード、もうね、ここのグラフィックの時点で途切れてますからね。でも結構バカにできないなこれ。 CT ダメージ減少の速度が動くたんび強化されていくのか。いや普通にバカにはできないなこれ。やっぱり高坂東方キャラじゃなくてザコグラみたいな感じだみたいなことを思ってても、さすがはボス枠にいるだけのキャラクターなだけありますね。さあまあちょっと今日はね、声もちっちゃいかもしんないですけれども、まあそこは気にせず行きましょう。その他ハーピーと天狗です。はい、はぐれ天狗で一応天狗。さあこれで攻撃を上げて、裏からスクナちゃん登場させて、よいしょ、7人の一寸帽子を打って、敵の HP 見てませんでしたね。58000とか、そうですか、予想を超える多さでしたね。チャージ入れて落とせるか落とせないかレベル、ドン、落とせない。さあ後ろから出てきたのは東方キャラクターたち、大妖精ちゃん TP 一技威力135、炸裂攻撃のいずれかの能力 10% 減少、そして、全体の能力減少を 22% 回復からの、こちら側の防御速度を 22% ダウンと。でシルフィード3種の、ルナ、これがルナさんか、TP 一技威力135の炸裂攻撃速度 20% 減少と。はい、あんまり最近見ないキャラクターだったな、ルナさん。ルナさんって言っている記憶がないもん。もう完全に読み方がジョナさんのそれですからね。まあどうしましょう、東方キャラクターも生じて厄介ではありますけれども、シルフィード残られるとやばいので、ちょっと防御下げてダメージも与えてみたいな感じにしておきましょう。で、オリンちゃん自強化入れてからの、全体の高速減少、全員能力は効きますもんね。はい、反転がいなければそれでいい。コアクリを復活してしまう、ちょっと技変わったんですよね。前まで SP 吸収技だったのが SP 吸収なくなって CT 削る技に変わっております。さあこれで、シルフィードが倒せるかな。暴速減少入れておきますか。どうせどうせ死ぬと思ってても、他のね、残る上2人に当たるのもありですからね。で大妖精ちゃんを巻き込んでも5938は落とせないかな。どうせか、おお、もう音が重なりすぎててうるさい。さあ後ろから出てきたキャラクターいきましょう。リリー・ホワイトちゃん、春ですよですね。TP 一技威力90の全体攻撃、さらに攻撃を 10% 減少からの、全体の攻撃速度 22% ダウン、そして、全体の能力減少 22% 回復と。からの、メディスンちゃん TP 一技威力135全体攻撃攻撃 10% 減少、または TP 一技威力135の全体攻撃防御 10% 減少、それからの攻撃時速度 18% ダウンと。ちょっと TP 技と組み合わせられると結構一気に速度下げられますね。さあ次、メルランちゃん TP 一技威力135炸裂攻撃の自分の攻撃 10% 上昇、
で、全体の速度 22% 上昇の行動後攻撃 22% 増加という感じですね。さあどうせ TP はないけれども、そして CT もないか、一応ルーナーさんだけ巻き込んでパッシブでね、CT を下げる効果ありますので、そちらを利用しましょう。どうしましょう、各班の制御不能ダイブを打つ方がいいのか、いやでもここはアビスノアで下げた方がいいか。実際ヘルズトカマクとかでね、周りに配るのが動き方的にはいいかもしれないですけれども、まあちょっと CT を下げて動かなくさせるのはね、自傷系の技を持ってるフランちゃんがいる状態ではとりあえず技をどんなダメージでも食らわない方がいいと思いますからね。まあ心ちゃんで回復はできますけれども、あこっちこっち、で見ていきましょう。サナエさん TP2 技威力90の炸裂攻撃2回攻撃とで、45% 結界と CT ブースト 90%。 そうですね、まあそんなにほど威力も高くないから死にはしないかな。で、琥珀量か、まあ、琥珀量で CT 下げておいていいですか。からの、TP は、サナエさん下げておきましょう。リリー・ホワイトさん、ごめん、ついでに倒しちゃった。で、サブタレニアンさんからの、こちら単体で、核反応制御法のダイブをかましていっての、フランちゃん、誰もいなくなった？いなくなってしまった。はい、ということで、クリアですね。さあ、金樹の書、月天石かな。金字の書2つと月天石3つとその他もろもろって感じですね。さあ一応こちらで、今回のボス枠は終わりか。ここのステージも、道なき道もここで終わりですね。さあということで現世の門行きましょう。こちらのステージ4までパパパパパッといつも通り、まあ、いつも通りって言ってもあんまりね最近なかったので久しぶりではありますけれどもね、雑談枠という感じで喋っていきたいと思います。前回の動画の方にて、コメントありがとうございました。様々な意見がありましたし、その天元の霊樹ですかといったものなんですけれども、それがレベル100に必要なもので、エクストレリアの7を攻略しているうちにそちらの技にそちら の, あのエクストラエリアの13に通じる道ができるという、情報をいただきました。なので、一応大方の進み方としてはエクストラエリアの7を進めていってですね、13が出たら13に移りますと。そして、13の、やつからさらに交換アイテムが出るまで進んでっていう感じの動き方をしたいなと現在は思っております。ですがね、エクストラエリアの13難易度がかなり高いらしいので、まあどうですかね、最悪の場合は難易度ルナティックじゃなくなる可能性がございますね。まあなるべくルナティックで攻略はしていきますけれども、前々回のまああんな感じでですね、基本的に失敗のパートってあんまり動画化しないんですけれども、あー死んだって言って基本カットかあんな感じで死ぬシーンだけを入れようか計画するんですけれども、それが大体まあ何度挑んでも絶望、もう敵がどんだけやっても倒せないみたいなことになっていた場合は難易度を下げて挑戦する可能性もございます。はい、まあそちらのクエストはですね、後日必ずクリアしてっていう感じになりますので、はい、必ずクリアしてそこのステージをクリアという形にさせていただきますので、まあ後から必ず攻略すると考えていただいたらね、結構だと思います。そんな感じですね。はい、あとはですね、まあ最近ちょこちょこ来ているんですけれども、僕におすすめのキャラクターをみたいな感じでね、言ってくださる方が最近ちょこちょこといます。ありがたい話なんですけれども、おすすめのキャラクターはと聞かれるとですね、どちらのチケットなんだろうなって、結構思います。
まあわからないんで両方とも結局答えるんですけれども、僕が聞きたかったのはプラチナのキャラクターなのにエクストラのキャラクターの部分は別に今はいらなかったんだけどなみたいなことをね、思われても、まあ書いた頑張りも報われないなと思ったんで、どちらかのキャラクターをという感じでね、書いていただけると大変助かります。はい、まあ、そちらの大体キャラクターをね、おすすめキャラクターをって言ってる動画、そういうコメントが来るのって結構昔の動画なんで今言っても何なんですけれども、まあ一応そういう感じでね、おすすめのキャラクターをもし、まあそんなに答えられることもないですけれども、もし聞きたいのならば、よければね、プラチナオアエクストラ、どっちでまたは両方ででも十分なんで、どっちが聞きたいかをはっきりさせてもらえるとと思います。はい、そんな感じですね。もうそんな始まった頃は右も左も分からなかったレベルなのに、今だとそんな風にね言えるくらいまでやり続けてることになるんですね。さあ、天井へ至る道が解放されましたね。そうそうそう、おお、こっちもまだボス枠ありますね。今更考えるとログイン577日やっていて、まだエクストラエリアの7をさまよってますからね、相当進むペース遅いですよね。はい、まあということで今回はここまでといたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。